皆さんこんにちは、かなかです。本日の動画はプロのメイクさんにメイク法を教えてもらったらどれだけメイクが変わるのかというのをやっていきます。実際にプロのメイクさんに私の顔でどういうメイクが似合うのか、どういうカラーが合うのか、そしてメイクのコツなどを伺いながらやっていただこうと思っていますので、ぜひメイク初心者の方はもちろん、最近メイクちょっと変えたいなっていう方であったり、垢抜けたいなっていう方もぜひ参考にしてみてください。それでもやっていきましょう。レッツスタート。乾燥してるから、すぐファンデーション塗った時の乾燥の原因でもあるから、あの塗って良かったんですね。塗りすぎたら浮くんかな、みたいなイメージが。ああ、ほんまはでも化粧水とか、じゃあスキンケアやった後は5分ぐらいは置いてほしい。そうすると結構一日中乾燥は防げるかな。こうやってちょっと油分取っていただいて、すごい、もちもち。そう、ちょっとじゃあピンクの下地でいきますね。ここ塗った後にちょっとスポンジで油分を取るような感じ。スポンジでポンポンすることでお肌にしっかり密着させてるっていう。まあ指でもいいし筆でもいいし、塗っていただいて。なんかファンデーションになって塗り方変えてたりします。その時のコンセプトで変えるかな。ツヤしたいとツヤの筆で、キビ跡がある時、したい時、セミマットの方が顔全体は綺麗に見えるかも。ツヤ光って見えると、それが余計に目立って見える。かなかさんの顔自体華やかやから、ラメとかは似合うんですけど、肌を綺麗に見せたいようなら、ちょっとセミマットにしてあげて、で目元でラメ使うとかがいいかも。これ私の最近のおすすめ。おすすめ、かなりさんおすすめ。ニキビを隠すならこっちの方がいいけど、全体ってなると一旦こっちで赤みを消してる感じ。今消したくて消したくて、うんうん、厚塗りしたらそこだけが変に目立つような。いかに乾燥をせずにファンデーションを仕上げるか。うん、潤いが大事ってことで。そうそうそう、ある程度は手でポンポンする感じがいいかな。だからカバー力のあるちょっとセミマットなクッションファンデとか使うといいかも。これあんまり乾燥せえへんコンシーラーやと思ってる。でも軽いですよね。そうそうそう、ある程度カバー力のある、それを一度塗りするでしょ、その後にコンシーラーで気になるところだけ隠す。クマとかやったら先やってしもでも別にいいけど、取れると思うんですよね。コンシーラー塗った後に、あ、そうか、結構伸ばした。そうそうそう、確かにそこにピンポイントに置けますもんね。そうそうそう、パウダー塗った後に他に気になるところだけ塗る。今潤いすぎてるんですよね。ツヤツヤしすぎてる。そう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 、だと乗らないんですよ。へー、どっか飛んでいくの。つらー、塗ったのに。そう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 、塗っても塗ってもみたいな。そうなんですね。とかって伸ばしてるんですけど。セミマットのものやと粉めっちゃ一生懸命フランクでいいけど、ツヤのものとツヤのものとって重ねていってからのさ、乗せていくと、もううる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 してるんですよ、ずっと。なるほど。そう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 、固定しないからね。そう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 。フェイスパウダーとかもどういう系がいいとかってあるんですか。使ったものに合わせる。ツヤやったらちょっとマット系の。そう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 。で抑えてあげる。かなこさんの場合、そのお肌を綺麗に見せたいが優先だから、ツヤっていうよりもちょっとセミマットにしてあげた方が綺麗に見えるよっていう。ほらまた、なる程度ね、気になるところだけしてあげると、すごい。ほんまに赤みが消えた。こう凹凸をね、出すために真正面から見た時に小顔に見せたいするためのおでこ削り。そうそうそう、ちょっと側面も、ここと、ここがちょっとへこんでて、ここが出てるのわかります。わかります。その
出てるところを中心にどこでもかんでも削ったらいいってことですか？間違いない。そう削りたいところを探して、まあ、若干このね顎ラインのところだけ首のところまでしてあげるとあのこことの境目ができてしまうと偉いことになるので確かに顔だけ浮いてる人そう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 。ふうこさん鼻綺麗なんで、まあ、しっかりあるんでねそこまで出さなくていいんですけどここ三角。河北さんのメイクとかもこういう凹凸をしっかりしてるから薄くてもはっきりした顔に見えるっていう一手間そうそうすごいこれだけでなんかそうでしょ顔がスッてスッて見えるでしょ。ここ全部にさ入れちゃったらさマジで鼻筋みたいなあるんで内側に入れてくんですね。そうですねここを細く見せたいわけやから、うん、内側に内側に入れていってあげる。めっちゃ鼻綺麗なんかそれにプラスそのさっきのさハイライト鼻先鼻根に入れてあげるとああ、うまい鼻が高くそうそう普段の場合もうちょっと下に入れてやっぱ目の下がここが明るいのがいいのここも明るくなってる方がこうこことこう三角明るく見えるとお顔の凹凸ができて綺麗くないですか本当に顔がここがねそうそう明るいと、うんうん、なんか私的に似合うの、うん、これともうこのなんてやろ濃さでいくか、はい、締めでこの辺使ってベージュでいった方がかなこさん綺麗だと思うこれを後からのせるとかこの淡いピンクを入れるでしょアイホールちょっと広めそうねかなこさんは開けた時に外人みたいにさここにくぼみができるわけよここまでは塗ってもおかしくないんで大丈夫ここにもなんか二重の線きそうなそうなんですここですよねそう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 、うん、だから結構際にはちゃんと締め色を入れた方が目がはっきりする、うん、でここをしっかり入れたでしょ目閉じた時にもう線やんみたいな入れてもらっていいですか結構しっかり入れますねそうそうそうちょっと最初に塗ったよりもちょっと濃いめの、うん中間色っていう色ですねこれをこの間にのせるんですよほんなら綺麗にあのグラデーションできるんですよ間に塗ったやつをだんだん上に広げていくって感じこう塗りすぎたなと思ったら最初の色をこう広げていった間に塗るグラデーションが難しい人はこれをやってほしい下もこの中間色を塗っていきますね釣り目が気になるって言ってたから、うんうんうん、目頭はあんまりのせてない状態このさ、まっすぐ向いた時にここだけくぼんでるの分かりますここにブラウンを入れてあげるそしたらちょっと垂れて見えるんです綺麗な顔やからこういうさ、ホワイトを涙袋っていうよりかはキラって見せてあげるだけでも可愛いでその延長でこう目頭に入れてあげると可愛いでしょうんうん、可愛い可愛いでしょこの鼻にかかる感じぐらいとかもだから外側外側にはっきりも見せたいけど中心顔もしたいから縦グラも混ぜてあげるといいかだからかなこさんの場合は目の際もしっかり見せたいけどこっちにも広げていってあげたいから最終的に中間色をもう一回こう混ぜてあげてもいいかも黒目の中心ぐらいまで向かってここに広げるのは縦グラそう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 上に大きく上にとか目をパッチリさせたいときは横グラそうそうでもどっちも欲しいでしょどっちも入れてってなるほどそう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 目元挟むでしょ、うん、ピューラーの角度あんま変えずに挟む位置だけを中間に変えてですると C カールに上がるんですよ、ね、でそっからこう C カールに上がったらもう一回この根元から根元を上げてあげるって感じであとは部分的に上がってないところを上げてあげるって感じです、私もおなじみのキャンメイクをずっと使ってるんですけども下地をつけてあげると落ちない下も長いからちょんちょんぐらいで軽くそう
そう軽く球芯がとことんあれやったらこの色付きじゃない色でこっちだけ真ん中ぐらいまで乗せてあげる。もともとさここにくぼみがあるから外人さんみたいな目元してるよね。だからここに光が来ることによって瞬間のあれ帽子になるかな。で片目に引いた方が2目帽子。逆にこのまっすぐ向いた時にこの粘膜が見えるところをちょっと埋めてあげる方がおしゃれですね。なんでブラウンで締めてたから粘膜まではいかんでもいいけど地面の間を埋めるぐらい。そうするとちゃんと目が締まりません。すごーすごー。お浜も出てるでしょ。しっかりあって目も締まった。そうそう、締めてあげるところ締めてとか、うん、あの凹凸出してあげてとか、うんうんうん、ちゃんと骨格に合ってると、うん、薄くてもちゃんとしてる顔になってる。確かに眉毛は一番毛が集合してるところ。毛ってこう生えてるんですよね。上向きに生えてる、ここで下向きに変わってるところ、ここが一番多い。この集合してるところからまっすぐこの眉毛の終わりまで描いてあげる。この毛の生えてる向きがこの斜め下なんですよね。この眉尻に向かって一本一本描くイメージ。まずこれだけを描いてあげるんです。で、あんまりここがない人っていないじゃないですか。どっちかっていうとこっちがないじゃない。欲しいところだけを触ってあげる。無理にここも色合わせないとって触ると濃い眉毛になっちゃう。触らなすぎるとやっぱり色の違いがあるから、うん、まあ、この一番薄い色を取ってあげて、上向きに生えてるからなるべく上向きに気持ち程度。この眉毛描いてる手もめっちゃソフトタッチじゃないですか。スッスッスみたいな。そう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 、それぐらいで眉毛って着けちゃうから、うんうん、こんな感じ。大体は髪の毛の明るさによって眉毛の色も合わせてもらったら間違いない。かなこさんは頬骨が結構しっかりこうポッてあるタイプだから、チークっていう感じのチークをつけると目もはっきりしてるし、ほっぺたもしっかり出ちゃってってなるから、ちょっと薄めの色でほんわりつけてあげる方がいいかなと思うので、横に塗って三角にしてあげる。こういう感じですか。そうそう、へー、こういうチークの入れ方が流行ってるみたいなんで白いから赤くも出やすいじゃないですか、うん、これぐらいの色でいいです。あ、結構薄め。のハイライトもこの辺とかに塗るぐらいですかね。 T もさ、うん、言ったようにさコッパーぐらい、ここがちょっとへこんでるの分かります。ここにもちょっとハイライト出しといてあげるとまあ気持ちやけどね、丸くなる。目の幅よりも眉毛が短いの分かります。解消するために伸ばしてあげる。黄金比忘れてた。そうそうそう、こんな感じで伸ばしといてあげると綺麗ですね。本当だ、あった。マキシマイザーを使った方がいいと思います。ファッションめっちゃ乾燥。そう、乾燥してるからね。ちょっと薄くこれつけようか。すごい、うん、かわいい。かわいい。プライマーっていいですか。塗ってからの方が塗りやすくなるんですか。シワがなくなるからうるっとした唇になるんですよね。今って何色ですか。これはちょっとブラウン赤みたいな。変わってますね、やっぱりあの、うん、イエベとブルペが混じってるから、ね、でも両方混じってる人ってあんまいない。あー、でもセカンドカラーがある人がいるから。あー、セカンドカラーが夏の人多いんかな。あ、へえ。春で夏みたいな、うんうん、あー、どうですか。うん、すごい大人っぽい。大人っぽい、うん、今までしたことないメイク方法やから。でも私はかなこさんにやるときはいつもこんな感じ。確かになんかこの目のとこ、そうそうそう、目尻はこのイメージね、うん、いい感じ、うん、なんかしてもらってるだけやから、うんうんうん、方法聞いてないじゃないですか。確かにね、それはそうだ。撮影の時お願いします。お願いします。衣装の感じと仕上げていきましょうかね、はい、お願いします。はい、完成。髪型もかわいい。なんかめっちゃ大人っぽくなりますね。うん、そういうあのメイクが得意なんでしょうね、顔出し的に。すごい、頑張って習得します。頑張ってください。動画にね、収まってるからね。うん、そう。ありがとうございました。ありがとうございました。香織さんでした。またね。またね。
ということでメイクがこんな感じになりました。なかなかプロのヘアメイクさんでしか知り得ない技術を教えていただけてすごく勉強になりました。大人っぽく華やかな印象になったんじゃないかなと思います。ヘアメイクさん、香里さんのテクニックを真似しながら、ぜひ皆さんもメイク楽しんでくださいね。ということで本日の動画はこちらまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。そして香里さん、メイクしていただき素敵なテク教えていただいてありがとうございました。この動画ね、皆さんのメイクがより楽しく、そしてヘアメイクさんのテクニックがとても参考になったよ、こんな華やかなメイクしてみたいなって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。コメントもどしどし待っています。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you soon! バイバーイ。